こんにちは。相変わらず貧乏暇なし、浩二です。今回はですね、パワーディレクターの応答していません問題の対策というか復帰の方法についてですが、まあ半分以上の人はそんなこと知ってるよってことになるかと思います。でもですね、僕自身もパワーディレクターを使い始めてしばらくは知らなかったことですし、身近でもパワーディレクターがフリーズして2時間分の作業が飛んじゃったみたいな話を聞いたりしますので、あえてそういった方々のために動画にて説明したいと思います。結構ね、パソコンの知識はないけど独学で動画編集を始めて知らないことばかりって方も多いと思うんですよね。まあそんな感じで、もう知ってるよって方はレベルの低い情報だなと心の中で思いつつスルーしていただけるとありがたいです。でですね、この画面が出たら、しばらく待ちますよね。でしばらく待って回復してくれる場合もあります。ただ回復せずにもうしばらくこの画面のままっていう場合に、ここね、プログラムを終了します。で閉じちゃうんですが、まあ閉じちゃった後再度パワーディレクターを開くと、クラッシュ前のデータがありますみたいな表示が出て回復してくれる場合もあるんですよね。ただごくたまにね、それで回復してくれない場合があるので、でその場合の対応、もしくは回復してもらったんだけどその回復してもらったデータがものすごく前のデータだったっていう場合の対応ですね。でですね、フリーズしたパワーディレクターが閉じましたら、また再びね、パワーディレクターを開きます。で僕の場合パワーディレクターの365を、サブスク契約していますので、こちらになりますね。でこれのタイムラインビデオエディター、まあ通常使っているモードで、ここでまず確認することがありまして、この右上の設定ね、設定でこのプロジェクトに、プロジェクトの自動保存というのがあります。でここがもうセットされていなかったら、今回もう諦めちゃってください。ただこれね、僕知らずに使ってたんだけれども、パワーディレクターの365だと最初デフォルトでこれチェック入ってて5分でセットされてました。なので、大体の方はね、知らずに使っていてもこれチェック入っていると思います。でここのチェックが入っていたらもう閉めたもので、5分ごとに自動的にバックアップを取ってあるっていうことなんですよね。なので最大5分前のデータに戻すことができるということですね。まあ最大というより最低でもですね、そのバックアップしたのが1分前かもしれないし2分前かもしれないけれども、まあ最悪もう5分前ってことです。でここのアドレスねを確認します。で僕の場合これ C ドライブね、 C ドライブのユーザーで僕の名前で、アプリデータ、ローミング、サイバーリンクで、パワーディレクター18キャッシュ、オートセーブという感じのフォルダーに入っていますよっていうことなんですね。なのでこれをね、もうメモってもいいし何でもいいし、この場所を探すっていうことです。でただこの場所を探すときに一つね、大事な、注意点がありますので、それを言ってもおしまいですかね。ではですね、実際この、ファイルの場所ね、開いていこうと思います。でちょっとこれを横にずらしまして、メモる必要はなかったですね。で PC の、C ドライブ、 C ドライブで、ユーザーね、でもカタカナだなっていう感じで、まあでもこれがユーザーだろうなと思って開きます。で開くと次のこの工事っていうフォルダがないんですよね。ないのでだいたいここでつまずいちゃうと思うんですよね。でこれがカタカナだからダメなのかなと、このローマ字のユーザーズっていうフォルダが他にあるのかなっていうことになってくると思うんですよ。ただこれね、このユーザーで多分合ってるんだけど、これ表示されていないのはこの表示のところで隠しファイルになってる可能性があるんですよ。なのでこの隠しファイルを表示するモードをチェック入れて表示します。そしたら出てきました。でこれで、このフォルダが見えたので今度このフォルダに進みますね。でそしたらアップデータ、あ、ありますね。でこのアップデータでローミングありますね。
で、サイバーリンク、サイバーリンクで、パワーディレクター18ね、パワーディレクターの18、なぜかパワーディレクター16から21まであるんだけど、18にファイルが収まってるってことだね。キャッシュのオートセーブ、キャッシュのオートセーブ。そうするとね、こういう感じでね、もうずらっと、いつからの分があるのかな、これは30日分ぐらいあるみたいね。僕のこのフォルダを並びだと、一番下が一番新しいやつになっているので、で、まあ今動画作ってる5月9日の、15時24分が最後に自動保存されたデータっていうことになります。で、これをクリックすると、あ、そうか、今パワーディレクターが開いちゃっているので、で、これをまず OK して、で、閉じちゃいます。で、閉じちゃった上で、この新規プロジェクト、タイトルなし、要は保存まだしていなかったらからね、タイトルなしの新規プロジェクトになっちゃってるけれども、で、これをクリックします。そうするとパワーディレクター立ち上がってきて、これね、先ほどまで作っていた場所にロールバックできます。これが2023年5月9日の15時24分のデータということですね。なので、こっから、またスタートできます。ただフリーズするときっていうのはね、何かアクションした後なんで、例えばここにね、字幕をこうやって入れてたらフリーズしましたみたいな感じになると思うんですよ。字幕入れてたらフリーズしました。で、そしたらこの字幕は入っていないので、ここからはやり直しになるけれども、もう1時間前2時間前に戻るよりはよっぽどマシですね。と、まあこんな感じで、まあこれも今作っているのもね、今流れている動画です。今流れている動画で再現してみたっていう感じなので、まずね、今この動画を見られた方で、この応答していませんで困ったことがある方は、まずこの設定でオートセーブが有効になっているかね、このプロジェクトだったっけ、プロジェクトね、このプロジェクトの自動保存にちゃんとチェックが入っているかをまず確認してください。で、これさえ入っていれば、今のように5分前のものにロールバックできます。で、これを2分にすることもできます。2分から120分ね。で、心配な方は2分とかにすればいいんだけど、僕の場合5分で大丈夫かな。うん。で、その保存データは今見た感じ1ヶ月は取っとかれるみたいですね。なので、今作業していて止まったぐらいのものだったら間違いなく対応できると思います。今日はここまで。以上です。